こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ピンタプライベートゲームリザーブをご紹介いたします。これ前回もご案内したんですけれども、その時はですね、プライベートゲームリザーブ全体のお話と、そしてあのロッジの一つですね、ホームステートロッジというのをご紹介いたしました。あのピンタの中にはですね、ロッジがいくつかありまして、そのうちの一つなんですね。で今回はですね、また別のロッジをご紹介するんですけども、今回はロッジを中心にご紹介したいと思っております。今回ご紹介するロッジはですね、マウンテンロッジでございます。では早速ご紹介いたします。まずその前にですね、じゃあそのピンタはどこにあるのか、まあ、皆さんはもうお忘れになってらっしゃると思いますので、ご紹介したいと思います。ピンタはですね、南アフリカの、まあ、この赤いマーカーがあるところですね、ここにピンタプライベートゲームリザーブっていうのがあります。これをもう少し拡大します。そうするとですね、まあ、こういうエリアなんですけれども、赤い、先ほどの赤いマーカーがあったエリアですね、それがこの辺りなんですけれども、ここにですね、ちょっと見えますかね、赤い点線がこう少しあるんです。大体この辺りです。でこの辺りがアンドビヨンドが所有している市営保護区プライベートゲームリザーブでございます。でですね、このロッジをこれ上から見た見取り図なんですけども、ちょっとですね薄いのでお分かりいただけるかどうかあれなんですけれども、あの、まあ、この辺りに中央棟がいくつかあって、そしてこうこちらにコテージとかスイートというようなものがですね、こう少しこう離れた形で独立したような形でこのロケーションを置いているわけですね。でですね、このそれぞれのこうスイートとかコテージというのがありますので、それをちょっとお部屋をご紹介したいと思います。こちらはコテージですね。向こうが奥側にベッドがあって、手前にソファーがあるっていうのはお分かりになりますでしょうか。まあ、お部屋もすごく広くてですね、まあ、絵なんかもかけられておりますけれども、非常にこうゆったりした作りになっていて、こちらにテラスがあるのがご覧いただけると思います。ではそのテラスの方に出ますとですね、こういうプールがあるんですね。すごいいいですよね。で、あの、まあ、もちろんこうちょっとこうお休みいただくなロッジやソファーですね、まあ、ソファーというかベンチというか、まあ、椅子というかがありまして、まあ、プールでお楽しみいただけるというそういうスタイルですね。でですね、今度次はスイートの方をご紹介したいと思います。スイートもですね、こちらこれ今テラスの方なんですけれども、ここにあの、デッキチェアですね、まあ、チェアではないですね、まあ、デッキソファーみたいなのがありまして、そしてこちらにもプールがある。これ、まあ、テラスの一部ですね。とするととてつもなく広いテラスという感じですね。今度お部屋の方になりますとですね、これすごいですね。フルオープンのお風呂ですね。大丈夫です。誰も見に来ません。地震がなくても大丈夫です。あ、失礼いたしました。そしてですね、この非常に広いそのピンダの自然の風景を見ながらこうお風呂に入られる、とってもいい感じですよね。こういうこう本当にこうフルオープンになった環境というのはすごく私個人的にはすごく好きですね。でこちらはですね、その、まあ、反対側のリビングの方、リビングというかその奥側にベッドがあって、そして手前にソファーがあるっていう感じで、まあ、お部屋もとても広いです。ちょっとこう縦長な感じでできていますけれども、そしてこちら側があの先ほどのテラスになっているわけですね。まあ、こんな風な作りのロッジのこんな風な作りのスイートとかコテージがこうたくさんあって、その中央棟の周りを囲むように、先ほどの地図のようにああいう風になっているわけです。でですね、今度は、まあ、お食事の風景といいますか、全体的な中央棟でのアクティビティなんですけれども、これは夕食の準備をしているところですね。この中央棟のすぐ近くにちょっと野外でこういう、まあ、あのビュッフェスタイルの夕食をお取りいただける場所があって、まあ、今日多分ここからいろんなところにこうあのビュッフェのスタイルで皆様がこうお皿にお料理を取ってですね、こう火を囲むような形でこうあのお座りになられたり、もしくはテーブルの方に行かれたりですね、この火を囲むのがいいですね。そしたらですね、あの、まあ、自分たちだけではなくて違うところから来たお客様、違う国から来たお客様なんかと、大体こういうところでする話っていうのは、今日何見たとか、そんな話なんですよ。で大体ですね、あの、ライオンを見たとかですね、あのゾウさん、子供のゾウさんがいて可愛かったっていうのがあるんですけど、私なんかここではないんですけども、ちょっと一つの思い出としてですね、実はチーターのハンティングを見たことがあるんですよ。でそれを言ったらですね、みんなからなんて卑怯なとか、俺見られたかったとか、みんなにそう言われてですね、ちょっとこういい思いをした感じがありますけど、まあ、そんな話をするんですよ。ですから、まあ、そういったことでですね、その他の国から来たお客様と仲良くなって、翌朝になったらハイハローみたいな感じですね、もうとっても楽しい休日が送れるんですね。ではちょっと次参ります。
こちらはですね、キッズルームです。まあ、ご家族でいらっしゃる方も非常に多いので、こちらですね、動物の着ぐるみさんが、ちょっと小さいんですけど、見えますかね、ゾウさんとかシマウマさんとかキリンさんとかチーターさんとかあるわけですね。あとこちらはですね、まあ、お子様が楽しめるようなこうパズルのような、まあ、ゲームのようなものが遊具がいくつか揃えてあります。でですね、こちらはですね、レストラン棟ですね。先ほど野外でお食事をする場所があったと思いますけれども、近くにですね、中央棟の反対側のところにこういうレストランのテラスでお召し上がりになる場所があるわけです。ですからですね、例えば今日はちょっと疲れたので2人だけで、例えば家族だけでゆったり食事をしたいっていう時に、あそこからですね、ビュッフェでこう皿を取って、それでそのままここまでちょっと歩いてですね来て、それでこうそこでお召し上がりになるってことはもちろんできるわけです。何でもできるんです。そういったようにご希望のその楽しみ方ができるわけですね。これがプールです。このプールがいいんですよ。見てお分かりになると、ここですね、ここ見てお分かりになると思いますけど、インフィニティプールですね。インフィニティプールってご存知だと思うんですけども、このちょうど水面ですね、水面とプールのこの縁というかへりというか、そこがこう一体化しているところですね。まあ、ちょうどお風呂に入って水がこぼれるかこぼれないかっていう、そうちょっと失礼しました、そんな感じのプールですね。インフィニティプールも備えているんですね。これ比較でちょっと大きいですね。そしてまたこのプールから見られる景色がとてつもなく素晴らしいですよね。もう完全にこう開けていて、ピンダのその環境というか、その山というか、そういったところが全部見られるような本当に素晴らしい環境の中にあるインフィニティプールです。でですね、まあ、そのプールだけではなくて、これはもう皆さん見てお分かりになると思いますけれども、スパですね。いくらその素晴らしい環境でも、ゲームドライブ、朝と晩のゲームドライブに出れば道が舗装されているわけではないので、やっぱり多少こんなことになるわけです。そうすると、まあ、女性の方なんかだと肩が凝ったりとか腰が痛かったりとかって、この背中の方がちょっとこう疲れたとかいうようなことがあるので、まあ、そういう時にはこのスパでですね、こうゆっくり施術をしてもらって、そしてまあ心も体もリフレッシュということができると思います。しかもそれだけではなくて、ここにはですね、ジムまであるんですね。これびっくりしました。普通ジムまであるかって感じですけれども、こちらですね、ランニングマシンですね、バイクですね、これきっとバランスボールですね、こうお尻をぐるぐるやりながらするバランスボールですね、こういったものがありますので、ここからがポイントなんですね。こういうふうなことをして楽しんで、今日はサファリは行きませんっていう、そういう楽しみですね。まあ、1週間ぐらい滞在されるのがいいかなと思うんですけども、その中でもう毎日朝晩ゲームドライブ行くのではなくて、もう今日はいいと、実際ですね、2日ぐらい、まあ、朝と晩2回か少なくとも3回ぐらい行くと、もうライオン見飽きたっていう風になってしまうので、いや本当ですよ。ですから、その1週間ぐらい滞在するのであれば、こういうところでですね、もう今日は何もしないと、部屋で1日ゆっくりゴロゴロしているというのもいいですし、まあ、スパとかですね、フィットネスジムでちょっとこう運動するというのもいいですし、本当にいいのはですね、ホテルのスタッフとおしゃべりすることなんですよ。これがすっごい楽しいんですよ。私たちと全然違う環境の中で生活している人たちなので、もう見るもの聞くものをもう、なんていうんですか、驚きと大笑いの中で会話をしていくので、本当に楽しいです。で、実はですね、そういうことは彼らにとっても仕事の一つなんですね。つまり仕事としてやってるわけではないんですけれども、お客様を楽しませるという本当にすごいホスピタリティを持っている人たちなんですよ。ですからですね、まあ、笑い方も非常に豪勢なんですけれども、本当に楽しいですよ。そういうですね、あえてサファリに行かないという、そういう楽しみですね。こういうことも、まあ、経験していただくと、もっともっと心が大きくなっていくような、そんな感じがします。でですね、じゃあここを一体どうやって行くのかということですね。もう皆様お忘れになっていると思いますね。これテストに出ますから、よろしくお願いしますね。ですね、行き方としては、まず南アフリカのヨハネスブルグまで行きます。日本からですと、まあ、大体1回乗り継ぎで行かれます。でですね、まあ、香港経由、中東経由、ヨーロッパ経由、大体1回乗り継ぎでヨハネスブルグまで到着できます。で、ヨハネスブルグからですね、いわゆる軽飛行機に乗って、こんな感じですね。これアンドビヨンドエアリンクっていうんですけれども、この飛行機に乗って、そのピンダの滑走路まで行きます。まあ、滑走路といっても土が鳴らしてあるだけで、他は何もないんですね。で、飛行機が到着する時間が大体分かってますので、そこにですね、ピンダの中にあるいろんなロッジからの車がお迎えに来るわけです。そして、私はホームステッドロッジ、私はまあ今日ご紹介したマウンテンロッジ、私はまた別のロッジということで、それぞれの車がまたそれぞれのロッジへ帰っていく。で、ご帰国の際も同じような感じですね。そういうふうになるわけです。で、
どこから飛んでいるのかということを先ほど申しましたヨハネスブルグの他にもですね、このビクトリアフォールズとかリビングストンという空港があるわけです。これはですね、ビクトリアの滝のすぐ近くにある2つの空港なんですね。でちょっともう一回地図に戻りますと、ここから毎日飛行機飛んでます。でですね、ビクトリアの滝というのはちょっとこの辺テレビを出てこの辺りなんですけども、ここからも毎日ではないんですけれども運航はしています。ですので、こういうところでですね、ここに日本から入るのは結局ここから乗り継いで行くしかないので、ここに飛んでる飛行機って何なのかというと、ここに泊まられた方がビクトリアフォールズへ行くときに使うんですよ。これいいでしょ。で、1、2泊してまた戻ってくるというのもいいですし、もう実際そこまで行ってしまったら、あとは例えばケープタウンに行かれるとか、もしくはナミビアの方のウィントフックに行かれるとか、ケープタウン乗り継ぎになるんですけれども、そんな感じでお使いいただけるわけですね。でですね、この飛行機っていうのは結局スーツケースが積み込めないんです。アフリカのサファリに関して飛行機で移動する場合っていうのは、この軽飛行機タイプのものになりますとスーツケースは使えませんとか持ち込めないんですよ。ですので、だいたい10キロから15キロぐらいの形がこう変わるようなソフトバッグ、これでないとダメなんですね。ですので、例えばその今回ピンダ のマウンテンロッジにもう2週間滞在するそれだけっていう場合には、もうそれだけで来ていただいて、そして楽しんでいただくと。またですね、例えばここからピンダに行った後に、例えばその先ほど申し上げたようにこう、ビクトリアの滝ですね、ビクトリアの滝に行ってそこからケープタウンに行くとかですね、そういった通常のタイプの観光になる場合は、もうスーツケースはもう持ち込めませんので、そういう場合であったとしても、もうそのソフトバッグだけでご旅行されることをお勧めします。で、今回はですね、そのゲームリザーブもロッジも全てアウンドビヨンドという、比較的ハイエンドなラグジュアリーホテルをアフリカを中心に運営しているホテルグループなんですけれども、ただそのハイエンドなホテルを、要するに高い金額で運営しているだけではなくて、このグループはですね、サスティナブルですとか地域との共生というのを非常に強く信念の中に掲げているんですね。ですから、皆様がご利用された時にお支払いいただくそのホテル代ですとか、あと、例えばその中央島の中にあるショップでお買いになられたそのお土産物のお金ですとか、そういったものがですね、全て現地で循環するように作られているんですね。でですね、あまり綺麗なお話ではないんですけれども、皆様がお召し上がりになられたお食事がありますよね。で、当然全部は食べきれないので残りますよね。そういったものも全て循環する、そういうふうな、高い志を掲げて運営しているホテルグループなんです。ですから私どもはここのアフリカではアンドビヨンドのホテルグループを強く応援しています。皆様も応援してください。これですね、前回もご案内しましたけれども、ナイトサファリ、その南アフリカには国立公園とかいうのはないので、全て市営なので、市営ということは、基本的にはそのあまり国の制限を受けないんです。ですから夜でも、例えばそのケニアの国立公園とか保護区の場合には夜はやっぱり行かれないんですけれども、そのここは市営なので夜でもこうやって行けるわけです。前回 のピンダゲームのご案内、リザーブをご案内した時もご説明したんですけども、これはですね、暗視カメラを通して見えてる映像なんですね。ですからこの暗視カメラを外してこうやって見てるわけですね。こうやってそれを見て、そこに、大きな猫ちゃんがいるわけですけれども、こうやって外すとですね、真っ暗なんですよ。もしくは真っ黒なんです。何にも見えないんです。だからカメラを通さないと見えないんですけれども、カメラを通して見るとおーって感じなんですね。ただし向こうからははっきり見えていますね。彼らは夜狩りをする猫ちゃんたちなので、そういう目はすごくいいわけですよね。ですから、こういうものがなかった時代はですね、その人間は先に動物を見つけないとやられてしまうということで、その何万年も前の人たちというのは目が、視力が 7.0 とか10とかそのぐらいあったと言われています。これもまたいいものですよね。これはですね、野外でお休みいただくためのテントです。これ蚊帳です。で、ベッドがあります。
でこういったところにこうまあ、夜ですねお食事の後に、まあ、皆さんで来てお泊まりいただいて、で翌朝誰かいなくなってる、そんなことはないですね。そんなことはないです。野外なんですけれども、基本的には動物があまり通らないようなところを選んであります。ただ蚊は来るので蚊帳は釣ってあります。でですね、それでも、まあ、万が一ということがありますので、夜の間はですねレンジャーとかガードがこのエリアをずっと、まあ、ガードしておりますので、まあ、そういったことはたとえあなたの日頃の行いがどんなに悪くても心配されることはないです。今回はですねピンダプライベートゲームリザーブのマウンテンロッジをご紹介しました。ちなみにですねちょっとお値段気になるかもしれませんけれども、簡単に申し上げますね。一泊お二人様で泊まってだいたいお一人様10万円しません。だからお二人様だと20万円しませんっていうことなんですね。で一体何が入っているのかというとですね、まあ、3食ですね、朝昼晩3食、そして朝と晩の、まあ、ゲームドライブですね、サファリですね。でそれから滑走路から、まあ、ロッジまで来る、まあ、その移動の費用ですね。それから、まあ、バッグ10キロぐらいしか持っていけないのでランドリーですね、何度も何度も洗濯しますけれども、その費用、まあ、そういったものが含まれております。でですね、この1泊の値段を聞いても実はあまり意味がないんですね。実際そのヨハネスブルクから飛行機 その先ほどの軽飛行機ですね、その費用も必要ですし、日本からのフライトの費用も必要ですし、もしくはこれだけっていうのであればいいんですけれども、例えばそれ以外にもビクトリアの滝に行かれたいとか、一番ヨハネスブルクでヨハネスブルクでちょっと危険な思いは、そんなことしちゃいけないですね、ケープタウンに行かれてみたいとかですね、ペンギン見たりテーブルマウンテン行ってみたいとか、そういういろんな形の複合的な旅になると思いますので、まあ、参考までにそんなものですというふうにご案内させていただいておいて、で実際ご旅行に行かれるときはですね、もうちょっと細かな日程とかそのお日にちとか旅行日数とかが必要になりますので、まあ、そういったときは私ども春風旅行社へどうぞお問い合わせください。お客様にぴったりの旅程をご提案させていただきます。ですからお客様にとってみれば、実はここじゃなくてまた別のところっていう方がよりぴったりということもあるわけですので、ご自身でいろいろお考えになるのもいいと思いますけれども、私どもにもご連絡いただければよりお客様に合ったご案内をさせていただけると思います。まあ、今回は、ピンダのマウンテンロッジをご紹介いたしました。大変素晴らしいロッジなので、一度こちらに訪れてみることをお考えになってみてください。強くお勧めします。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。